誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊についてこう言われたのである。その聖霊なる水は一体どこから流れるのかということがまたですねこう語られているわけなんです。心の奥底からと書いてありましたね。心の奥底ってどこですか。下に別訳って小さい字で書いてあるんですけどもね、そこには何て書いてあるかって言ったら心の奥底のことを腹って書いてます。こっちなんです。ですから実はですね、私たちが物事を受け止めるのにはこことこことここがあるようです。そしてここはどっちかと言いますと理性的な、まあ、理屈、こっちは心、そしてこっちは心の奥底と言われる場所、本音の底のことを表現するときに使うんですよね。ですからハート、心よりももっと深い、まさにここで言っている心の奥底とは何か、聖書はこの場所を霊の場所と呼びます。ですから私たちのこの神様とコミュニケーションを取るために似せて作られたのはここなんです。霊を持つものと言いますか、霊の存在、それが実は私たちであり神様に似せて作られたんです。この霊を持つものだけが持つことのできるコミュニケーション、それが神様との聖霊様との親しい交わりなんですね。これがどれほど私たちにとって大切なものであるか、聖霊は私たちのこの心の奥底、霊の部分から流れ出てくださるんです。ですから私たちは努力して許す、努力して愛せない人を愛する、違います。そんなことしたって嘘になります、偽善になります。私たちはどうすれば愛することができるんですか。そう、私の熱心によって愛するんではないんです。私のうちにいてくださる聖霊様が私から流れ出て愛してくださるんです、許してくださるんです。だから聖霊様の力によって私は許せる、愛せることができるんです。私の力をはるかに超えたイエス様の愛があふれるからです。喜び、感謝、平安、すべてこの聖霊様が私の内なる霊から命の水の川となって流れ出てくださるから、私ができるようになる、させてくださるんですね。私が前に出てみたり、また神様を信頼しなかったり、そうすることで蓋をしてしまうことになるんです。邪魔をしないで聖霊様に流れ出ていただこうではありませんか。